転がり岩の秘密。荒れ果てた岩だらけの大峡谷。たまに大小の岩が転がり落ちてくる。一列に並んで転がってきた岩の集団がまるで人が運転する乗り物のように落ちる寸前、断崖の淵に躊躇して止まり、やがて決心がついたらしく飛び出し、放物線を描いて落下する光景が見られた。もし岩の中に運転手がいたとすれば、もう二度と彼は運転できないだろう。いかに荒れ果てようとも、岩の行動としては機械すぎるように思った。落ちたくないのに落ちなければならない、そのような理由でもあるのだろうか。何か秘密があるような気がしてきた。この大峡谷には隠された秘密がある。なぜ岩は転がり落ちて自滅するのか、なぜ大峡谷が荒れ果ててしまったのか、これらの謎を解く鍵があるはずだ。そんな確信のようなものがある。しかしなぜ秘密にするのか、知られると不具合でも起こるのか。まるで、そう、まるで興奮のため息苦しくなってきた。その時だった。異変に気づいたのは、黒々としたとんでもなく大きな岩が恐ろしい速度と地響きの迫力を伴ってまっすぐこちらに向かって転がってくる。逃げようにも足がすくんで動けない。間に合わない。衝突され、押しつぶされ、確実に殺される。目の前が真っ暗になった瞬間、頭の中が真っ白になった。